どうも、皆さん、工藤でございます。今回は、ゲームのお話をしたいなと思います。何のゲームかと言いますとですね、タイトルにも多分書いてるとは思うんですけど、ドラゴンズドグマ2でございます。はい。そうですね、何から話せばいいんだろうな。ぶっちゃけるとですね、私、ドラゴンズドグマ2は、情報が出た時から、見てはいたんですけど、その、ドラゴンズドグマの続編、ドラゴンズドグマ2が、制作というかね、決定というか、出るよみたいな話が出た頃から、知ってはいたんですけど、全然買う予定とかね、さらさらなかったんですよ、ぶっちゃけ。はい。というのも、その私はですね、なんていうのかな、やっぱアニメとかがね、好きで、やっぱ日本風な、RPG とかが好きなんですよ。それこそ、テイルズだとかさ、イースだとか、英雄伝説シリーズだとか、そういうのがやっぱ好きっていうのもあって、なかなかね、こういうリアル調の RPG とか、ゲームっていうのは、そこまでやらない。FF とかは、どっちかというとリアル調ですけど、あんまりやらないんですよね。はい。で、いろいろ見ていても、そこまでなんかそそられるものがなかったので、正直全然注目してなかったんですけど、なんかここ最近になって、いろいろ情報がね、解禁されて、カプコンから出るゲームなんですけど、カプコン公式のなんか動画、ドラゴンズドグマショーケースだったかな、が結構最近ありまして、それをこうチラッと見たりとか、それと一緒に公開されたメイントレーラーとか見たりとか、あとはなんかね、結構いろんなその YouTuber の方が、ゲーム系の YouTuber の方が、ドラゴンズドグマ神ゲーやんみたいな、あの動画多分たくさん作ってると思うんですけど、そういうの見たりして、神ゲーなのかと思ってそっからね、ちょっと最近、ドラゴンズドグマ面白いんかなと思って、ちょっと最近気になり始めてる段階なんですよね。まだその踏み切れてない、絶対欲しいなっていうふうには踏み切れてはいないんですけど、今ちょこっとだけなんかこう、やりたいかもみたいな段階にあるんですよね。動画のコメントとかね、見てると、もうなんか絶対買いますとか、いやこれはもう神ゲー確定やろみたいなコメントがずらー並んでるんですけど、そうなのかなーとかね、ちょっと疑問がね。それ人それぞれその好きなね、ゲームのジャンルとか、あると思うんで、全員にね当てはまる、その全員にとっての神ゲーみたいなものはないとは思うんですけど、私個人にとって、どうなのかなっていうところがね、ずっとやっぱ引っかかってたんですよね。なんですけど、最近そのね、いろんな情報を得ていく中で、面白いのかもしれないなってちょっと思うようになってきて、はい。ってことで、今日もね、こうやって収録してるっていう感じです。はい。なので、ドラゴンズドグマのシリーズとしてはですね、1作目がもう10年前だったかな。なんか10年ぶりの新作とかって確か言ってたので、なんかね、ドラゴンズドグマオンラインみたいなものもあったらしいんですけど、そこはあまりなんか人気が振るわずっていう感じでね、昔その10年ぐらい前に出たプレイステーション3だったかなに出たドラゴンズドグマ、実は知ってるんですよ。はい。ドラゴンズドグマの1作目知ってるんですよ。やったことないんですけど、知ってはいます。私はプレイステーション3も持ってましたので、ドラゴンズドグマっていう作品が出てたのは知ってたんですけど、プレイしたことはなくて、で、それが結構人気だったらしいですね、当時ね。はい。で、そこから、ドラゴンズドグマオンラインなんかがあったりはしたんですけど、実質10年ぶりの新作、ドラゴンズドグマ2ということでね、待ってましたみたいな、結構ファンの多い作品なんじゃないかなと思います。はい。公式サイトとか見ていけばね、そのキャラクターだったりとか物語とかいろいろ書いてあるんですけど、ちなみに発売日は来年の3月22日に決定しましたね。それこそさっきのショーケース、カプコンショーケースの中で発表されたんかな、
2024年3月22日に発売が決定しました。すでにもう予約とかもね始まってるみたいなんで、予約した方もいるんじゃないかなと思います。プラットフォームはプレイステーション5、Xbox シリーズ、X シリーズ S、そして Steam、パソコンですね。で、遊べるみたいです。私はそうね、プレステ5かな。今のところ。うん。まあ、Steam で遊べなくもないですけど、配信することを考えると、パソコン1台に、ね、ゲームと配信の両方の負担をかけるのはちょっと難しいので、まあ、プレステ5かなと。うん。来年その、これ前話しましたけど、Xbox シリーズ X シリーズ S の新型が出るって言われてるじゃないですか。なんか情報がリークされちゃってね。リークってか漏れたんかな？なんかね、あれ。うん、間違って漏れちゃったらしくて、で、それで新型の情報が出たんですけど、まあそれをね、ちょっと買おうかなと思ってるんで、うん、Xbox ね、初めてね、人生で初めて買おうかなとか思ってるんですけど、ただ発売日がなんか来年の結構冬とかになるとかみたいな話を聞いたんで、まだわかんないですけど、はい。なので多分ドラゴンズドグマには多分間に合わないなということで、まあ、プレイステーション5かなというところですね。はい。あとはまあメイントレーラーがあって、はい。メイントレーラーも見ましたけど、なんかすごかったね。映像美が。うん。なんだろうな。もう私その、自分のね、4K のモニターで見たんですけど、4K の映像をね、見たんですけど、めっちゃ綺麗だったね。いやー、なんかもう映画みたいでした、本当に。うん。ファンタジーなんですよね。うん、ドラゴンが出てきたり、なんか、人間じゃない、その、なんていうんだ。亜人っていうのかな？わかんないけど、獣人みたいな、が出てきたりね。エルフが出てきたり、魔物が出てきたり。まあ、本当に、典型的なファンタジーもの、ですよね。その冒険は英雄団として刻まれる。うん、書いてありますね。王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しむドラゴンズドグマ。あ、そう、これね、あの一人プレイなんですよね。ちょっとびっくりした。私てっきりドラゴンズドグマってなんかもうみんなでわちゃわちゃやるゲームなのかなって勝手なイメージあったんですけど、あの一人プレイなんですよね。うんうんうん。一人プレイなのに他の誰かと冒険する楽しさが味わえるゲーム体験。で、オープンワールドアクション。で、その楽しみを受け継いだ続編のドラゴンズドグマ2。あ、リエンジン、そのゲームエンジンですね。カプコンが所持してる。所持してるというか持ってる。うん。うん、物理演算。AI によって緻密に練り上げられた王道ファンタジーの世界。そう、なんか、AI もね、すごく、なんていうのかな。頭がいいって言うと変ですけど。主人公がなんだっけな、各社その、覚えるっていいのかな覚えるものだったかなって書いて、各社っていうものなんですけど、確か、主人公ね。はい。で、そこになんかその、ポーンだったかなっていう、その、付き人みたいな、サポートキャラみたいなのがつくらしいんですけど、そのポーンのね、その、AI っていうのかなが、すごくね、こう、場面場面に応じて的確に動いてくれるというか、これまでのゲームとは違った、なんていうかな、本当にだから他のプレイヤーと遊んでる、リアルにそこに存在する人となんか一緒に戦ってるような感覚になるみたいな話もあって、その辺もちょっと面白そうだなって思ったきっかけではありますね。うん。いやー、どう、でもね、あの、これも真似から言ってますけど、私一人プレイ好きなんですよ。あんまりね、オンラインプレイは、なんていうのかな。別に苦手、嫌いとかじゃないんですけど、あんまりやらないんですよね。まあ FPS とかもそうですし、まあ最近も全然やってないですけど、ブルプロぐらいですかね。ほんとオンラインで誰かやってたのは。うん。基本はやっぱ、RPG、 まあ今やってるそのテイルズとかイースとか FF とか全部一人プレイでね黙々と一人で遊ぶゲームなんですけど、このドラゴンズドグマは基本は一人プレイらしいんですけど、なんだっけな、なんかね、他のプレイヤーと、あった、これシステムか、誰かと冒険する楽しさ、マルチプレイの醍醐味を一人プレイでもっていう風にあって、なんだっけな、なんか他プレイヤーのポーンをなんか自分のパーティーに参加させることができるみたいな、そんな話じゃなかったっけ？うん。みたいな
ことが確か語られてた気がする。ちょっと詳しくは覚えてないけど。はい。まあ、そんな感じで、一人プレイなんだけど、まあ、ちょこっとオンライン要素があって、みんなでわちゃわちゃやってるような感覚も味わえるということで、その辺もね、やっぱ、一人プレイ大好き人間の私からすると、へーって、うん、すごいなーって思いましたね。あとはアクションとかね。うん。まあ、細かくは見ませんけど、結構アクション多彩らしいです。はい。なんかもうやりたいことが結構いろいろできるみたいなね、話でしたね。あとはジョブがたくさんあったり、あとなんだ?あとは、ワールド、モンスター、キャラクター。そう、なんか人間ドラマも結構語られるみたいな、その物語がね、やっぱ重要かなと個人的には思うんですけど、物語が結構いいって話も聞いてますので、うん。なんか前作のドラゴンズドグマ知らなくても、前作のドラゴンズドグマの、なんか平行世界みたいなこと言ってたかな、確か。だから前作をプレイしていなくても楽しめるようになってるっていうのも、まあ、一つ大きな点かなと思いますね。私はやってませんので、はい。その辺ちょっと心配だったんですけど、前作やっといた方がいいのかなとか、前作やってないなら楽しめないのかなって思ったけど、その辺も多分大丈夫らしいです。はい。てか大半が、まあ、多分そうじゃないのかな。うん。なかなか前作、10年前にね、ドラゴンズドグマやっててっていうプレイヤーは、そんなに多くはないんじゃないかなっていう気はしてる。もちろんたくさんいるんだろうけど、うん。どっちかっていうと私みたいな、前作やってないけど、ね。うん。まあ最近ちらほら見かけますけど、その来年に備えて今なんかね、プレイしてるみたいな人もいるみたいなんで、まあ気になる人はやってみるといいんじゃないかなと思います。はい。まあそんなとこですかね。あとはまあプラットフォーム2つのエディション、デラックスエディションがね、まああったりはするんですけど、値段がね、結構しますね。もう、デラックスエディションで、まあ1万円ですか、もうほぼね。うん。1万円。まあ他のなんか、カプコンってなんかフィギュアとかついてるような、なんか超デラックスエディションみたいな、なんかたまにあるじゃないですか。なんか、あれスクエニだけか。うん。まあちょっと私は多分 PS5 のダウンロード版。デラックスエディションでいいかな。まあ1000円違うだけなんですよね。うん。まあ1000円ケチるぐらいだったらデラックスエディションでいいかなとは思ったりしますけど。はい。まあそんな感じです。まあちょっと何の、解説にもなってませんけど。まあとりあえず私がね、最近ちょっとドラゴンズドグマに興味を持ち始めたというお話でございました。はい。皆さんもぜひぜひ、私のようにね、いや、ドラゴンズドグマ全然、なんかチェックしてなかったなっていう人は、公式サイトチェックしてみたりとか、まあ、公式の動画とか、あとなんか、神ゲーだーって言って騒いでる動画たくさんありますので、はい。ぜひぜひそういう動画を見てね、ちょっとこう、購買意欲をね、そそらせるってのもおかしいけど、高めてみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。